こんにちは、インターン生のカバです。今回は少し話題を変えてポケモン GO について話していこうと思います。ポケモン GO はスマートフォンアプリとしてリリースされている、ゲームです。ポケモン GO とは、AR 機能を搭載していて、位置情報とかを活用することで、現実世界そのものを舞台として、ポケモンを捕まえたりバトルしたりすることができます。リリース当初は、結構人気がかなり人気があって、外に出たらそこら中の人がやってる状況でした今でも、リリース当初以来に比べたら、人口は減ってますが、今でも結構世界的に人気があるゲームです。出現するポケモンなんですが、関東地方のポケモンと上東地方のポケモンが今実装されています。で、今では伝説ポケモンも実装されています。で、今年はポケモン20周年ということでかは分かりませんが、横浜のみなとみらいでイベントをやっていました。そのイベントでは、普段出にくいポケモンが出現したり、伝説ポケモンのミュウツーが、現れたりとかなり盛り上がっていたそうです。ポケモン GO は、コレクション精神がある人に、おすすめできるゲームだと思います。日本では出現しないポケモンとかもやっぱいるので、それを集めるのは結構辛いですけど、結構いいんじゃないでしょうか。ちなみに僕はリリース当初数日で飽きました。ということで、今回はポケモン GO について話させていただきました。次回は再び、本編のポケモンのゲームについて、ポケモン対戦の方ですねについて、話していこうかなと思っております。ありがとうございました。